俺さ、俺ちょっと人生やばくねマジで。こんな中年でさ、もう40でさ、こう歩いとってさ、ね、あいつ郵便局さ、あいつ働いとって俺働いとらんや。もうそういうのひしひしと伝わってくるやんな、ひしひしと。うん、昔ひしだっていうさ、なんかキモい線香おったな、そういや。キモがられてた。なんかすっげえね、キモかった。マジで、今を考えると。社会不適合だな、あれは。で、ああいうやつってさ、今日、公務員ってさ、やっぱ変なやつもいっぱいおるやん、なんか。社会不適合ちょっぽいやつ。で、職員室とかでさ、喧嘩とか、警察だとかさ、マジやばそうじゃね。そういうのあったら俺多分それ候補で間違いないけど、先生とかになったらさ、職員室でさ、他の専攻とさ、あの取っ組み合いになって、常にもめとってさ、常にもう嫌な小さいことでさ、騒音とかでどんどんさやり返したりしてさ、もうジネスみたいになって、他の専攻とかもさ、もう、いづらく、俺と言いたくないみたいな感じになって、どんどん追い詰められて、そうすればするほど、もう、騒音しまくりで、もうやめてくださいとかってさ、言われてさ、もう警察を呼ばれたりしそうじゃない、マジで。まあ、とりあえずさ、マジ、どん底やで。どん底貧乏人生やで、マジで。もう社会はね、どこ行ってもね、世知辛い、これが実態、本当に社会の、